海外に一度出て思ったの、日本にずっと住んでた時にやはり日本は当時輸出大国だったので、うん、円安は国益だったんですけれども、まあ、私行ってすぐにそのソロスさんのポンド危機になって、強い国の通貨は強くなきゃいけないっていうのを初めて学んで、うん、なるほど、その意味ではやっぱり日本がこれだけ売られてることに対して日本人はもっと危機感を持たなきゃいけないなと、ね、本当思います。これで円の実行レートと言ったらば、それこそ奈落のそこに歴史をそう遡っても、うん、超円安ですから、うん、確か50年ぶりぐらい、そうですね、60年の時代みたいな時ですよね、60年の時代みたいですから、うん、そこから見るとやはりこれも歪んでいるっていうことが言えると思いますけどね、うん、その意味もあって本来は日銀が政策を修正すべきっていうのが多分河合さん、はい、そうですね、松崎さんも共通したご意見ですね、はい、特に松崎さんなんか海外の衆議院のね、動向を肌で感じてらっしゃると思うんで、日銀がなんで動かないのかっていうのはもう盛んにおっしゃってるんですけど、はい、そのあたりはどうですか。いやもうその通りでそうですね、インフレ率が 3% でなんでマイナス金利が普通にあるのかっていうのがもう全く理解できなくて、だからまあ来年その方のポンドとかのもし金利が下がってくることがあれば逆に円高になる局面もあるんでしょうけれども、なんか日本自体政治ももちろん腐ってると思うんですけれども、うん、何かがおかしいなっていうのをもうちょっと国を挙げて気がつかないといけないんじゃないかなっていうのはすごいますます感じてます。こう歪みがすごく大きい、だから普通に我々が生活している感覚と物価の上昇のスピードというのが追いついていけないような感じにもかかわらず、金融政策がまだマイナス金利みたいなね、その本ところの歪みっていうのはかなりこうおかしいっていう感じですよね。それでね、まあ、円安で輸入物価が上がって、はい、生活が苦しいんで、うん、国民に減税して還付しますっていう、ね、本当一番やっちゃいけないことだと思いますね。それはウクライナの危機の時でも、うん、やっぱり各国がね、コロナの時も含めてですけど、うん、財政拡大して、うん、これがインフレに火をつけてしまう、これはあんまり学んでないのかなっていう感じがしますよね。ばらまきよりも政治とか金融政策を変えていかなきゃいけないっていう、ね、ことなんですけどね、うん、そう言いながら円買い介入も辞さないって言ってますんで、うん、本当にちょっとこう、うん、マッチポンプなんですよね。うん、